物価上昇に増税、もっと給料が欲しいな。そう思った皆さん、現在タクシー業界が激アツだという情報があった。週3日勤務で月収50万円でも夢じゃない？タクシー業界の現状に迫ってみよう。朗報、タクシードライバー、運転手不足で週3で50万稼げる時代に。貼られたニュースによると、2023年12月の時点でタクシー運転手が引く手あまたの状態だという。取材を受けたタクシードライバー曰く、鉄道会社の整備士をしている頃よりも給料が倍近くになったらしい。社内のトップ3の売り上げは全員100万円以上を売り上げており、稼ぎ頭は68歳のドライバー、配車アプリの定着も効率よく稼ぐ要因になっているとのこと。お前ら急げ。月収ってことは手取りってことだよな。普通にすごい。なんでやねん。念のため説明するが、月収は年収を12ヶ月で割ったもの。時間外労働やボーナスなども含めた平均ということだ。手取りは、手元に入ってくるお金なので、税金や保険料が差し引かれたものである。8時から翌3時まで定期。週3でも何も、タクシーの勤務形態ってそういうもんやろ。タクシーの勤務形態は確実勤務といい、1回の出勤時間が16から20時間になる。そのため、朝8時に出社すると、帰庫するのは夜中の0時を超えるのだ。さらに、帰庫後は生産作業や車の清掃などが待っており、眠い中洗車をするのはなかなか大変である。都内なら出勤日数最大まで増やせば稼げるといえば稼げるけど、ちゃんと休憩しながら適度に働いた方がいいぞ。タクシードライバーは、休憩を3時間は取らなければならない義務がある。出庫から帰庫までどこからどこまで走ったか、どんな運転をしているか、どれだけ休憩を取っているかなど、すべての記録が出るようになっており、毎度帰庫後に提出しなければならない。もちろん、出勤日数を増やせば、お客さんを乗せるチャンスが増えるので、給与に反映されるが、土日祝日などの人手が少ないタイミングであれば、いくら走らせても閑古鳥が鳴くことも少なくない。タクシードライバーは本当に人によっては転職やと思うわ。バスの運転手も不足してるよな。少子化やばい。まあタクドラは今年は景気ええよ。数年先はどうなるかわからん。500でええなら悪くない仕事。ライドシェアで偉いことになりそう。岸田を恨むのかな。ライドシェアなんか流行るわけないから何も影響ない。都市部では流行りそうだ。話題のライドシェアは、週1から隙間時間で稼げるバイトのタクシーのこと。自家用車で運行でき、2種免許もいらない。普通1種免許を取得してから1年が経過していれば、誰でもドライバーになれるのだ。時給は1400円で、手当が別途つくらしい。タクシーは時給制ではなく、お客さんを乗せなければお金が発生しないので、メリットは大きいのではないだろうか。でもぶっちゃけこれがええ仕事となるなら、業付き機関工の方がかなりええ仕事ってなると思うわ。頑張らんかったらいくらなんや？1日10時間乗務税抜き4万11金としたら、月収25万いかないくらいやね。タクシーってどこも似たような割合で歩合だろ。どんだけ人手不足でも安定してこんな稼げねえよ。定収80でええんやから額面50は今の都内では楽勝やぞ。今はであって、来年の春以降稼げんくなるかもしれんけどな。新型コロナウイルスが流行った時は、出歩く人が減ったため、タクシーの利用者もかなり激減した。さらに密室での感染リスクもあるため、コロナを機にドライバーを辞めた人も少なくない。稼げなければ収入が減ってしまうので、安定しているとは言えないのは事実である。126万売り上げたらどんぐらいの収入になるんやろ。タクシー業界よう知らんけど基本給低くて業績で上乗せするタイプよな。抜き126なら63から 65% と思ってええから、月収80ちょっとやろな。まず売り上げから消費税引かれて110万、それに部率 60% ぐらいかけて66万、税金引かれて手取り60ぐらい、なんか知らんけど給与計算前に消費税引かれるんだよタクシーの売り上げって。そら歩合制で料金決まってるなら先に引いたって困らんからやろ。いいねえ。でも大半の客が寄ったらええやろ。次126万売り上げて月収50万、個人タクシーでええやん。顧客やるには雇われ数年やらなあかんから。個人タクシーまでの道のりは実はかなり険しい。まず、10年間無事故無違反でタクシードライバーに従事する。さらに、個人タクシーの試験を受けて組合に入れば、個人タクシーとして営業が可能だ。はい、ライドシェア。年末は稼ぎ時やろな。忘年会に帰省にタクシー使う機会増えるから。友達が都内でドライバーやってるけど、相当やる気なくても35万はあるって言ってたな。最近ホテルのフロントにタクシー頼んでも、空車ないそうですって言われること多いもんな。これ東京ぐらいやろ。地方都市なんかフルでやって手取り20万切るのゴロゴロおるぞ。新潟やけどちょっと頑張れば50超えるってうんちゃん言ってたで。地方のタクシーはほとんどが予約で、事前に行き先がわかりやすいほか、距離で稼ぎやすそうだ。都市部では1メーターなどの短距離が多く、交通量も多いので大変そうである。また、タクシー会社によっては、ホテル前や会社前などで、
会社ごとにつけていい乗り場とダメな乗り場がある。有料な会社に入れば、優先的に入れる乗り場は多いが、会社の評判が悪ければ、乗り場に入れるチャンスも少なくなるのだ。月間売上トップの人が126万で週50万稼げるのか。一応これ6月やから6月で120やってる人は8月なら150近いやろ。今年クソ暑くて8月忙しかったし、あと今月も150くらいやれると思う。運ゲーやけど。法人宅でも今年はトップ層普通に年収1000近いのばっかや。今年はバブルやねん。コロナ明けと乗務員数減と酷暑で、明らかにぶっ飛んでる。厳しい仕事やで、うちの会社で締めまでで水揚げ160万超えが一人しかおらんかったわ。週3勤務といっても1勤務20時間労働だぞ。そしてこれが異例ではなく一般的な勤務形態なんやで。ただ普通の仕事も週1休みで毎日12時間会社によるとか普通やからな。そう考えたら同じくらいよ。売上100万円で月収50万くらいなのか。なおじ。都内は今年はバブルだったな。弊社でも1000万前後稼げた人かなり多い。売上100万だったらバック何パーセントくらいなんやろ。60% と思っておけば大体合ってる。うちの営業所も去年入った新人が700兆いけるから喜んでるよ。適正あれば悪くないとは思うし、セーフティネットとして大事な存在かもしれん。若者の車離れで車乗れないやつばっかだからな。あとは外人旅行客需要。金あったら買ってると思うよ。負担率 50% あったら若いうちは使える金もないわな。まあゴミみたいな客も多いだろうし、対価としては十分やろ。ライドシェアとか問題ばかり起きそうなんやが。そうか、タクシーのうんちゃんにくら返すっかな。ライドシェアはアメリカですら成功しているから日本での安全性はかなりあるだろう。あとは初乗りがいくらになるかだな。結局安ければ客は飛びつく。料金はタクシーと同じだってさ。ライドシェアも自動運転もうまくいかんと思うけど、今年くらい稼げる年はもうないような気はしとるわ。難点はそこで政府がやることで、成功することないやろ今。マジレス、全国通訳案内士持ちのタクドラならインバウンド客対応で余裕で600万稼げるぞ。全国通訳案内士の英語の一次試験は英検1級か TOEIC 900以上で免除だからおすすめやで。そんなウルトラ特技あるなら海外行って日本語教師でもするわ。週3で60時間稼働だけどな。20時間労働にメス入れる気ねえんかよ。高齢者ドライバーにもそれさせてちゃあかんし、若手も入ってこない。今年なんか稼いでる上位みんなして日勤やで、確実が強制されとるわけちゃうし選べるで。タクシーの勤務には、日勤、夜勤、確実の3パターンが多い。確実勤務は前述したように、16から20時間勤務し1日か2日休みのパターンだが、日勤や夜勤は一般的な仕事と同じ8時間程度の乗務だ。15分都市構想によりタクシードライバーなんて闇の勢力に潰される職業やろがい。カスみたいなドライバー多すぎ。50万程度なら普通にデスクワークでいいわ。それなら週1で18万で雇って。ライドシェアって要するにヒッチハイクみたいなもんなの？スマホで呼び出すタクシーやな。外国語対応やで、外国人が呼びやすいらしい。運賃はタクシーと一緒。殴られたり強盗のリスクある割には少なくね。銀座が競争率低くて儲かるらしいね。客の質が悪くて避けるタクシードライバーが多いんだとか。港区が客層悪いことで有名。逆に新宿区渋谷区あたりはまともな人が多い。世間のイメージとタクシーの客層はまた別なんだよな。金持ちの方がふんぞり返ってサービス受けてる印象あるけどな。金持ちかどうかの違いではないんやろ。とにかく港区は評判悪い。港区は良い方だぞ。六本木はあかんけど、悪いのは銀座、歌舞伎町、錦糸町や。今タクシーの需要はめちゃくちゃあるからな。どんな業種も給料上がれば人来るやろな。奴隷みたいな賃金しか払えないとこはどんどん潰れていく。まともに残業代払ったら会社が潰れるとかいうのアホだよな。そんな会社は今すぐ潰れるべきなのに。吉野家のバイトですら時9500円超えてるような時代に、月収20万だの15万で自民が親ガチャがとかいう前にやることあるやろ。不愛制だからやりがいはあるよな。またタクシー会社によっては研修制度がしっかりしていたり、初乗務から数ヶ月は給与が保証される、二種免許の取得代が返金されるなどの特典もあるので、興味がある人は調べてみてほしい。インバウンド需要減ったらまた転職しそう。働いてる側はそれでいいやん。人不足で高級で入社しやすいとこに転々としていくでいいやん。インバウンド需要が減ることなんてあるか。可能性としてゼロではないけど増え続けるだろう。最大の客である中国と仲良くする気ないからね。国の都合でお給料減っても保証してくれへんし。まあ欧米の観光客が旅行先を選ぶときの日本のマイナスポイントが中国人が多いなんやけどな。外国人観光客はコロナ前上回っとる。これでニート問題も解決だね。ライドシェアはいろいろ事件になるだろうから、その後流れがどうなるかやな。酔っ払いの対応に時間割かれてかわいそうなうんちゃんおったわ。人手不足なんだから収録で100万稼げよ。それとないやん。てか都心部やん。
外国人は日本の電車複雑すぎて乗りたくないんか。中距離移動で鉄道は使っても、観光客が在来線でっていう文化なかなかないやろ。稼げないのは以前の話、今はどこでも稼げる、それくらい人がいない。週休4日じゃ人手不足になるの当たり前やろ。真っ当に賃金が支払われるのはいいことやん。副業でライドシェアやっていいか？インバウンド客がライドシェア使うかな。大抵どこの国でもライドシェアは危険だけど安いから、リスクと費用を天秤にかけて安い方がいい人が乗るけど、日本はタクシーと同料金とか。勉強が大変なのと、腰や肩やケツ穴痛いのと、トラブルや事故や違反のリスク問題、それらクリアできるくらいの健常者が楽して稼ごうというなら神やで。勉強って何を勉強するんや？地理、効率的な回し方、施設の付け場所や降車場所の把握、予約とかで必要な細かい作業、客の話題に合わせるくらいの知識、腐るほどあるぞ。また、地域によっては地域特有の地理試験を受けなければならない。ちなみに東京都23区エリアを営業する場合は、結構難しい地理試験に合格した後、二種免許を取得し、接客などの研修を受けなければならない。そのため、研修期間は3ヶ月から半年以上になることもある。その間の給与はあるが、手取り12から15万円程度と低くなってしまうので、考えなければならない。ケツ穴痛い問題はクッションとかでなんとかならんのか。まあなるけど会社の車でそれは慣れるまできつい。また海外からの観光客増えてきたからガッポガッポよ。駅前行くといつもタクシー余ってるイメージだけど不足してんの？需要がでかいならめっちゃ稼げるはずなのにそんなことも聞かないし、てか二種免許ってどれぐらいむずいの？駅によるんじゃない？新宿のタクシー乗り場なんて客が長蛇の列で乗るまで30分待ちとか当たり前やぞ。アプリで課金しても全然捕まらないし。自動車学校で金払えばチンパンジーでもギリ取れる程度や。教習所の指導員って助手席からハンドル持って爆速のバックで車庫出しするから、そのレベルの運転技術がいるかと思ったけどそんなこともないのか。タクドラじゃなくても運輸や製造に人がいないから、サラリーマン辞めてブルーカラーなるのもありかなと思ってる。確かに運転するにしても人間を運ぶリスクを選ばんでもいい気はするな。運動不足になりそうだからな。週3で24時間やけどな、それでも収録日勤クソブラックよりははるかに。わい、横浜タクシー運転手、年収600万以上は残業なしでも余裕、タクシーは余ってる、足りなくなるのはピークの時間のみ、週3は確実勤務なら収録勤務、でもエース夜勤ならいけないこともない。わい、サラリーマン年収500でなく、転職すっかな。タクシー運転手適正さえあれば天国やで、拘束時間と給与に関しては文句なし。まああと10年は自動運転なんて実現しないだろうから運送業はありかもしれん。都会じゃないと稼げないよねやっぱり。方向音痴だから無理だわ。今のタクシーのうんちゃん地元以外ならほぼナビ通りにしか運転せんやろ。逆に好みの道順を聞く義務があるやろ。タクシー道ってのがあるんやで、ナビじゃ無理。長距離ほどそういうのは楽になるけど大多数を占める短距離客はタクシー道を覚える必要あり。普通にやってや覚えるけど。今渋谷から調布行って調布で休憩中やで、一発で9000くらい稼いだ。トップ成績の人らは常連の固定客とか持ってんのかな。人による、常連客を持つとその人に束縛されて効率的な稼働は難しくもなる。Y の周りのエースは自分の客持ってない。ナビは一通り案内せんから、せめてある程度当たりつけた上で客からそれとなく引き出せないといかん。稼げる夜はそれでも通用しないパターンが多い。年度末ゴールデンウィークお盆年末なんかはタクシー不足にもなるけど、その時期以外は近所の終電前後でさえタクシーは空車だらけ。なるほど、デメリットもあるのね。手丸とうまるち漏らしたらどうなるんやあれ、いくら取るか知らんが罰金以上の損害だよな。大手のタクシー会社は何も請求するなと指示してる。やるならドラレコに映らないようにと、中小や個人はイケイケで請求するのもいる。若者は運転できないからもっと稼げるようになるよ。あと成田空港勤務はガチで金脈埋まってる。外人が平気で都内目的地にするからバブル状態。自分が一種免許取ってから分かったけど、西取ってる運転手はやっぱちゃんとしてる率高いわ。ウインカー出すのも早いし横断歩道絶対止まるし。普通免許と二種免許の違いは、二種は営利目的で人を乗せるために必要なもの。タクシードライバーのほか、バスやハイヤー、運転代行をするのに必要な免許だ。また、検定では、一種よりもより高度なテクニックが求められ、より厳しい視力検査や不可視力検査もクリアしなければならない。Y は丸素客だけが苦手だから22勤務の昼日勤という楽して年収500万やってる。まあうまい Y でもこれだから昼日勤で楽して稼ごうってのはきついやろな。ちなみにお客さんの 99% は良いお客さん。たまにいる悪魔に対して会社が頭を下げるからおかしなことになってる。牛島くんでタクシードライバーめっちゃしんどいけど稼げるってあったけど本当なんやな。この前乗ったらデニーロが運転してたわ。最近では、都内を中心に外国人ドライバーが急増している。
国はバラバラでケニアやフランス、ブルガリアなど、実に様々な国から日本のタクシードライバーとして働く人が増えているのだ。続いて紹介するのは、別府市でタクシー乗務員をすると、400万円もらえるという募集をするも、応募人数はまさかの0人。一体どういうことなのか、スレミンたちの声を見てみよう。地方、別府市、お願い、400万円あげるから移住して運転手になって、応募者ゼロ。運転手移住支援策、応募ゼロ、大分、別府、最大400万円。別府市は、政府の就職氷河期世代の就労支援を目的とした補助金を活用し、供給が追いつかない公共交通機関の運転手の補充を目指した。ところが、対象となる30代半ばから50代前半の応募はなく、60、70歳代の問い合わせが多いという。別府市の移住支援金は1世帯100万円、首都圏居住で12歳以下の子供がいる場合は、最大3人まで1人当たり100万円を加算する、さらに免許取得に要する費用の一部も助成する、募集期間は来年1月31日まで、市によると、新型コロナウイルス下での利用低迷で離職者が相次ぎ、市内のタクシー6社の乗務員は約2割減った。単純に給料上げたらいいのに。田舎に移住するのって縛られたくない系の変な奴らだから、タクシー運転手にはならないわな。日本は労働意欲のない若者がどんどん増えてるんだよな。ついに引きこもり率先進国トップというデータも出たし。引きこもりは、世界でも引きこもりとそのまま使われているほど有名だ。日本、韓国、中国、イタリア、フランスなどがトップに並び、家族主義の国に多く見られているという。内閣府の調査によると、日本の引きこもりは全国で146万人もいるという。この調査は2022年のもので、対象は15歳から69歳まで。理由は、不登校や退職、新型コロナウイルスが流行したことによるものだそうだ。146万人のうち、40から64歳の中高年は、61万人にも上るという。給料と労働強度が見合ってないのに喜んで働くとかド M か主要層だけだろ。先進国最低の労働環境を放置したまま労働意欲も手とか無理ゲーすぎる。ドライバー一人で引っ越したら60万くれるだけじゃん。引っ越し代と家具揃えたらなくなる。タクシー運転手やるなら首都圏でいいもんな。数千万円は払わないとわざわざ移住しないよ。人生をかけてもらうのに100万だの60万だの、田舎者は人を舐めてるのか。この移住検討するやつとかもう社会的に積んでるやつらだろ。運転手を募集みたいだからそんな個人でいいんじゃないの。とりあえずエリート募集じゃねえんだし。住む家は用意してないの？お前らってほんと減量仕事嫌いだよな。減量が嫌いなんじゃなく、奴隷労働が嫌いなだけだろ。ちゃんとした待遇を用意したらこぞって応募してくるよ。とある田舎のタクシー屋さんだがこれっぽっちで移住しようとは思わんわ。田舎は合併しろ、可能な限り固まって暮らして効率化する。その前になぜそこまで減ったのかを考えろ。400万って、しかも最大だろ、くれるわけないし、どうせ300万とかになるのわかってるから応募するやついるわけない。下手したらもっと低い可能性すらある、頭おかしすぎないか、最低500万とかでしょ、そもそも400万って平均割ってるじゃん何それ。一人だと60万円だって。氷河期のスキルでそんなにもらえると思ってんの、無能のくせに贅沢言ってるから就職できないんだよ。そもそも普通免許すらも持ってないのかもしれないのに失礼な。独身60、夫婦100、プラス子供3人で400、子供の人生潰してこれじゃな。親が、たかが400万のために移住したいとか言ってきたら悲しすぎるな。九州は言葉が通じないから結構精神やられるよ。最初はむちゃくちゃびっくりするよね。今タクシーやるなら東京とか京都だろ。今でなくてもずっとそう。単身というか独身にもっと手厚くしてやれ。移住先で女できて結婚して子供生まれるかもしれんぞ。確かに、様々な移住支援制度はあるが、夫婦や子供がいる世帯に比べると、単身者に関しての補助金はどれも低めである。ただ、いろいろと調べてみたところ、農業や漁業などの職に就くと、毎月補助金が支給される制度など、タクシーに限らず様々ある。スレミンの言うように、移住してまでタクシー業を営むメリットはあまりないのかもしれないが、ライドシェアがうまくいって都市部以外にも反映されれば、タクシー一択でなくてもできることが見つかるかもしれない。別府マジで何もないし車なきゃ終わり。田舎は給料が安いって田舎者が言っていたのにどういうことだ？氷河期に救いの手を差し伸べても無駄ってことだな。ほらな手を差し伸べても文句しか言わない。氷河期なんて全員見捨てろ。差し伸べてなくね。土地と家を無料で提供してくれるなら考えてやるよ。移住と運転手くっつけたらダメじゃね。どっちかにするかもっと手厚くしないと。税金優遇、年収500万保証、詐欺残休日出勤なし、単身でも最低400万支給、これでようやく検討に値するレベル。600ならいただろうな、住居、温泉付きで。400万ってのは首都圏在住で12歳以下の子供が3人いる場合か、苦しんでる氷河期世代の大半は一人身なんだが、
45歳童貞子同時派遣校だけどそれな。肩を落とす以前のハードルやんか。そういう人は普通に暮らせるだけの稼ぎがあるから、たかだか400万ポッチで僻地に移住なんてするわけないわな。少なくとも桁が一つ上乗せしてようやく来てもらえるかどうかだろうに。東京、出て行ったら100万円、子供の数だけさらに100万円あげます。誰も出て行かず。市の地方公務員がバスだのタクシーだのやれよ。ちなみに移住支援金は、公務員はもらえないケースがほとんど。地方公務員になって移住を検討する場合は、補助金はもらえないことが多いので注意が必要だ。給与とは別に一括で400万円くれるならマジで行くけど、二種免許は持っている。なんでそんな僻地に行かなきゃならんのよ。1000万くらいよこせや。むしろ単身世帯を手厚くしないとダメだろ。家族がわざわざ移住するわけねえだろ。氷河期が欲しいのは一時金ではなく安定した給料でしょ。都心で生活保護よりも上の条件を出さないと。コロナで客減って運転手減ってるやん。仕事あんのかよ。氷河期ならはした金で来るやろ。って舐めまくった結果やな。移住じゃなくて地元の人間でいいじゃん。給料を受ければ子供たくさん作ると思うよ。地域内から条件に合いそうなのを発掘することをまずは考えてみればいいのに。そもそもバスなんて運転できる人間は限られてるからな。単身で60万円なんて免許取得費用で飛ぶ。俺要件満たすから400万円もらえるわ。バス運転手の年収次第じゃ転職ありかもな。大企業は闇深いから嫌気さしてる。金のない氷河期が免許持ってるわけないだろ。タクシー、バスの運転手はヤバい勢いで急減してるから条件闘争だよ。一時支援金で釣るのはきついと思う。すでに別府で働いてる運転手はどう思うんだろうな。こんな頭だから人が逃げてくんじゃねえの。田舎てくれくればっかりで舐めてるよな。ほんで自治体は何歩ほど中抜きしますのん。こういうのは分割で支給して5年目でトータル400万円のパターン。5年縛り。別府市役所の公式サイトによると交付されるのは、交付決定通知を受けた後30日経過ごとのこと。ただ、1年以内に別府市でのタクシーを辞めた場合や、3年未満に別府市から転出した場合は全額返還。3年以上5年以内に転出した場合は半額返還しなければならない。通貨答え出てるだろ。この条件は60、70代の老後の食いつなぎにしか刺さらないって、4、50代がどんな年代か分かってんのか、馬鹿にしすぎなんだよ。なんでみんな年収だと勘違いしてるんだ。ただの一回きりの支援金だぞ。年収400も出るかよ。潔く70代雇ったらどうなんだ。その程度の条件ってことなんだよ。70代と見事マッチングしてるじゃん。よかったね。少なくとも10年くらいは毎年支給にしないとダメじゃない。もちろん給与とは別で、そうしないと来ても定着しないでしょ。別府なんて観光で行くところであって住むところではないよ。所得税免除ならなぁ。せめて600万は欲しいよな。都会で生活保護もらってひっそり暮らすのが楽でいいわ。正直、こんな募集してたことすら知らないから60代70代の情報収集力に脱帽だわ。大分でタクシーって商売として成り立つの。別府市のタクシーの求人を見てみると、月給は17万円から40万円ほど。ただ、大分県のタクシードライバーの月給平均は 18.8 万円だ。観光地でもあるため、他の市町村と比べると高めである。支援金が400でさらに給料くれるんでしょ。悪くないじゃん。こういう人を人とも思わないような人材使い捨て案件が本当に嫌いなんだよね。これを公でやってるのが実に日本らしい。そろそろ氷河期につけられる価値ってこの程度だって気づこうよ。6、70代が応募してマッチングしてるんだから、それ採用したらいいんじゃないのか。自治体の方が氷河期補助金目当てなんだろ。大分はいわば陸の孤島だからな。しかし福岡やら熊本から人一人引っ張れなかったか。辛いな。外国人観光客様のためにしっかり働くんだぞ。移住した挙句にタクシーのうんちゃんなんだよ。タクシーのうんちゃんは別にどこでも需要あるから、わざわざ移住してまで選択しなくちゃならないということはないんだよ。そこがまずおかしい。そう、移住してまでタクシーやるなら何か付加価値がなければ、いくら氷河期だって行くわけがない。何かある移住するのに値する価値が。今は働き手不足だからタクシーや運送あたりなら別府市に移住せずともやれる。しかももっといい条件で、知らない土地で運転手とかハードル高いって。バス運転手かなり不足してるらしい。さっき NHK のニュースでもやってた。そもそも若い人ってバス運転手になってない気がする。しんどい割に給料少ない。つかき狂いに絡まれる。うまる子や小便したくてもできない。丸そがきから舐められてる上に見下されてるし、やりがいが全くない底辺労働。大分県内の人間すら誰もやりたがらない。そもそも募集してるの知らなかったしな。20年ほど車乗ってないペーパードライバーでもええか。年600なら行きたい。都内でタクシーやればよかろうに。手取り30楽勝ぞ。あいつは市から100万円もらってきたって言われ続けるのしんどいから無理。役所が経済に介入してもうまくいくわけないんだから、1円でも減税しろ。それが地元のためだ。九州大分市の景観、今週で言えばどこレベル。
町だ。別府はあわあわが有名だぞ。有名でも行けるだけの給料がなければ意味がないわな。遠い、秋田からの交通費くれ。路線バスとかタクシーはノーマスクのゴホゴホやってるやつも相手にしないといけないだろ。電車は車掌室が別になっているため、運転手はお客さんと接する機会が少ない。しかしタクシーやバスは、金銭のやり取りや車椅子のお客さんの補助など、一人でこなさなければいけないことが多いため、ハードルが高いと言える。東京で子供3人いるような超勝ち組のみがこのど田舎に移ってバスの運転手年収300万程度をやれば400万もらえます。はいお前らやりますかと。移住しないでもともと別府市にいる人に最大400万円あげて運転手になってもらっちゃダメなの。ドナル募集。氷河期ですけど、運転手の年収に毎年プラス400万もらっても行きたくないレベルです。年収800万保証してやればそんな一時金なしでも来るんじゃない。そもそも知られてるのか？検討してみるまでもいかない条件だな。市の担当者はこれが現実と肩を落とし、当たり前だろうが、どんな浮世離れした思考してやこれで応募がバンバン来ると思ってんだよ。担当者は分かってたけど上がこれ以上の条件出さないからこれが現実ってつぶやいたんでは。年収400でも大分は無理。もう安月給でこき使える時代じゃない。こんな条件じゃ外国人すら来ねえよ。さすがに舐めすぎでしょ。誰がこんな条件で大分なんかに行こうと思うんだよ。最大400万円ってことは最低1万円だってあり得る。最低400万円以上じゃないと意味ないわ。もうこんなんに税金使うなよ。減るならそれが自然の摂理だろう。別府雪降らないのか。雪ないなら行ってもいいぞ。しがらみから出たい。このスレミンは雪国に住んでいるのだろうか。近年は異常気象で全国的に寒波が到来するため、降雪確率はゼロではないが、雪国と比べれば、山間部を除けばほぼ降らないに等しい。年に一回くらいじゃね、太平洋側は関東までそんなもんだろ。地下タクシーのうんちゃんやるなら都会に出た方がよくね。じじいになってからじゃないと別府相撲なんて発想でない。東京で飲食店やってる方が稼げるし。何が悲しくてわがまま放題な田舎者の下働きせにゃならんのよ。田舎に行ってもやることないし、老害に村八分にされそうだし、美人の嫁がもらえるなら行くよ。別府市の役人がこの動画を見ていれば、もしかしたら美人のお嫁さん付きの募集になるかもしれない。タクシー業界は、所要は上がっていても、ドライバーの数は減少している。もちろん別府市だけではなく、全国的に数が人手不足だと言われているのだ。次に紹介するのは、タクシー会社が人手不足を解消するために取った対策について。タクシー会社、人手不足を、せや。タクシー会社、ブリッツ下げて賃金下げるわ。ライドシェアで終わる業界。ワイタクシー運転手、震える。タクシー会社、前と同じ稼ぎ欲しいなら休日出勤すればええやん。頭おかしい。ライドシェア解禁が成功したら業界淘汰やろうな。最初のスレでも説明したが、ライドシェアタクシーは時給1400円程度プラス手当が発生するため、時給の発生しないタクシーと比べれば、やればやるほど、タクシーよりも稼げる可能性があるのだ。2024年4月に一時的に解禁されるので、今後継続されるかはわからない。一時的に解禁されるエリアは、東京都23区と三鷹市武蔵野市のほか、横浜や川崎などの京浜エリア、名古屋、京都市域の4エリアだ。白タクの時代に戻るのは割と危険なんやけどな。必ずタクシー関連の犯罪増えるで、半グレからしたらいくらでも悪用できるもの。東京、試験的に自動運転タクシーやるわ。AI に奪われる仕事、ここにも。自動運転タクシーは、2026年に都内の一部でサービスが開始される予定だ。完全に無人で、運転席のないタイプである。2023年7月からは、新宿西新宿エリアで、レベル2の運転手が同乗した自動運転タクシーが、試験的に導入されている。だんだんとエリアを限定しながらも、自動運転が進んでいるのだ。自動運転で法令違反なしにタクシー業務できるのか、老人や小丸車の介護できるのか。中国はもう無人タクシーがテスト運用されているのな。自動運転のめちゃくちゃな事故多発みたいだけど、進めているな。そんなことできる国は強いや。アメリカとかもそうやけど、イノベーションって人権や安全を無視しないと生まれないんだよな。個人タクシーの緩和でええやん。オートマのタクシーってないん？あるならやってみたい。今どこも AT やで、地方は知らん。MT のタクシーなんて聞いたことないで、現状は東京横浜ならタクシーでええ生活できるで。自動運転はギフ走ってるよな。試運転屋が乗りたい人募集してた。金もらっても嫌でくさ。ウーバーって現地ついて拒否できる？酔っ払いとか絶対乗せれないよな。どうなんやろね。タクシーはいろいろと乗車拒否の要件あるけど。できるんちゃう。個人事業主やし自由やろ。ウーバーなどの配車アプリは、5分経つと自動でキャンセルされる機能がある。だが、これを利用した無断キャンセルによって、ドライバーに負担がかかる点も問題視されている。車が見つけられないなどトラブルはあるものの、
キャンセルが発生しないように利用者側も気をつけたい。会話なくなればやってもええんやけど、タクシー運転手ってストレスの吐け口にされて客から人としての扱いされなそうやん。言うてお客さんの 99% は良い人やで、ダメなのは酔っ払いの若者や職人ぐらい。ウーバーやるくらいならタクシー会社なくして全部個人タクシーでええやん。白タクなんて考えただけでゾッとする、やめてよかったわ。タクシー会社がダブルワーク許してくれたらするんやけどな、上が許さんからな。副業の疲れがタクシー業務に影響出るし無理やろ。二日に一回休みやぞ、体なまるやろ。ライドシェアが流しやつけ待ちできるならライドシェアだけでいいのに。つけ待ちなんてできるわけないやろ、すべて許可制やぞ。許可ないタクシーは他の会社の告げ待ちでも許されんのやで、縄張り争い激しいからな。アメリカの自動運転タクシーはまだまだみたいやけど、あと数年で形にはなるやろうな。自動運転にするには技術的な問題もあるが交通法規の改正も必要。駐停車場所はめちゃくちゃ限られるし法定速度でしか走れないタクシー乗りたいか、首都高60キロやぞ。賃金上げたら上げたで会社は自動化へのモチベーションが高まってしまう。Y は GO だけで生きてけるから GO アプリ様々や。キャンセルにイラつかない、Y は廃車要請全無視で付け待ち流しのみで営業してるわ。GO は何回か取っていくうちにどんどん距離が上がってくからキャンセルは全然大丈夫。5分経った客は全てキャンセルして次行くから会社の無線よりうまい。自動運転も酔っ払い乗せておきなかったらどうすんのやろ。近くの交番にでも行くのか、警察面倒いやろな。起きないだけならまだしも、吐かれてトンズラこかれたら終わりだよな。アプリでの廃車前提で規約で縛ればええやろ、車内は録画してるやろし。料金精算はクレジット登録必須とかにすればええな。ああ、まあそうなるか。じゃあ起きない方がめんどくせえんだな。メーター回しっぱとか、客都合ならOKやろ。ライドシェア本格的に始まったら多分誰もタクシーやらんと思うで、ジジイはみんな引退や。給料減らすとみんないっぱい働きたがるからな。会社が従業員の給与アップとガス代高騰で料金値上げしたんよ。ほなら客減って逆に売り上げも減って去年より給与下がってて草。Y の地区はすでに飽和状態やから他地域にパクリに行く日々や、他の地域よりは見入りは多いけど運転手はほほどおる。Y のハスラーでライドシェア始められるんか。雪道に強いなら需要ありそう。ジャパンタクシーなんて雪道無理やし。少なくとも現状はタクシーが自動運転に置き換わることはない。東京の複雑な道に加えて老人の乗降介護なんかできねえよ。ほんまそれ、3割は足悪い老人の送り迎えや。これからは地方で老人相手のライドシェアじゃないとタクシー会社の安月給じゃやっていけなくなる。逆に今の仕事が辛いなら今のうちに主面取って地方に越して準備しといた方が残りの人生楽になる。タクシーは通常のナビ通り走ったらクレームの嵐やからな。最短でないとあかんから AI には無理やろな。最初から AI って分かってたらそういうもんだってなっていくんじゃね。AI は育てていくもの。ベテランのタクシードライバーの道順を覚えさせれば、無敵になる時はそう遠くはないだろう。中国にある EV タクシー会社は洗車やバッテリー交換が自動でできる機械運用してて未来を感じた。運転以外のドライバーの労力極力削る努力は欲しいわ。タクシーは暇そうにしてるのに人手不足なんか。横浜屋が全然タクシー余ってるで、行政政治マスコミタクシー会社はドライバー不足とかポジショントークで嘘つきついてるけど。だよなんご、最終バスが出た以降くらいしかタクシーって利用されてないやろ。タクシーとかトラックの運転手ってどこでトイレしとるんや、尿ペか。普通にコンビニのトイレとか行くけど、都内だとかしてくれんやん。運転手さんは公衆トイレマップあるから公衆トイレでやるで。公衆便所の場所はマジで大事、大体Yは公衆便所の場所は網羅してる。タクシードライバーは公衆トイレのほか、タクシー専用のガススタンドに併設された休憩所などを利用することが多い。タクシードライバーの間で休憩スペースや、綺麗な公衆トイレなどの情報が共有されているらしい。気持ちのいい休憩場所や、車を止めて美味しいご飯が食べられる場所を、ピックアップしている人もいるようだ。タクシー運転手もトラクターもそうだが、運転が好きだからやってるのに自動運転嫌うやつ多いんやないか。営業とかみたいに嫌いだけど仕事場運転しないとあかんから、運転するみたいなやつに自動運転は需要あるんやない。自動運転やるならトラックやろな。高速とかならありなんちゃうか。高速道路の長距離やろ。拠点移動のトラックとかやろね。前に高速道路だけ自動クルーズでドライバーの負担軽減して、休憩時間に当てようとか記事見たな。まあ Y は大半会社の車庫から動かんからな、無線車でサボっとる。東京、関西。それで満足いく仕事給与ならええね。横浜も中心部とそれ以外で働き方はいろいろや。都内なら年収500万は余裕でいくぞ。年収600万で月間高速180時間やから大満足や。まあ、稼ぎはそこそこ、休みは多いから遊びには困らん。稼ぎたいと思うなら稼いだらええけど、Y はすでに持ち家。
下部配当でそこそこの支払いはいける。悠々自適な宅ドラやから金には困ってない。老後の年金とか払うために適当に仕事してるに近い。何時タクシー作りたい？二人乗りのスペースしかないんや。車内でドライバーと客が野球の話してそう。野球の話は絶対せんで、相手のひいきが分かっても広げない。ひいき分かってたら話すよ。タクドラめっちゃおるやん。ライドシェアなんて丸外と共倒れにならないように頑張ろうや。すごい業界よなタクシー。一社に毎週50人入社してくるらしいやん。でほぼ辞めてく。そこまでの規模ではないけど養成期間中に辞めてくのもおるな。若者からおっさんまで。そんな入らんやろ。3人くらいやろ。ほぼ辞めるけど結局才能やな。5人に1人残るか残らんかやな。コミュ障には無理やな。都内タクシー運転手の友人から聞いたんや。もちろん転職組なんやが朝ジム組に挨拶したら、そんなんするの君が初めてや言われたって聞いてくさ。京都は交通もうまきしとるけどライドシェアは認めません。ワイたちの利権を守ることが最優先です。こいつらどうにかならんのかな。ライドシェアしても大して効果見込めんよ。なんなら地方から流入してきてさらに悪化する可能性まである。どう考えても都市部で過剰供給になるのが目に見えてるのにな。何のために営業区域があるのか考えろと。休みの日は白タクする時が来るんやな。ライドシェアなんか導入しても稼げないから誰もやらんよ。中国人の白タクを合法的に認めることになるだけの効果しかない。逆やで、中国人の白タクを淘汰するためにライドシェアを合法化して危険なドライバーを排除することも目的の一つや。インボイスで丸そだるいのに白タクなんてやるわけない。面倒くさすぎるみたいなことを沖縄のバス会社がやって記事になってたな。もうアホとしか思えなかった。そんな会社辞めて転職しとけ。あんなわけのわからんシフトで働いてたら体壊すわ。タクシーに限らず昼夜どっちかにしとけよ。本当の地獄は遅番。そもそもタクシーの供給過剰で減車してるのに人手不足っておかしいだろ。地方タクシーの無線夜勤だけど台数なさすぎて暇やで。都市への集中や人口減少、高齢化が進む日本ではどんどん人手不足や田舎の過疎化の影響が加速していく。タクシードライバーの立場やライドシェア、自動運転タクシーの普及がどうなっていくのか今後も注目していこう。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんはタクシー運転手やライドシェアをやってみたいと思いますか？よければコメント欄で教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。